皆さんこんにちは、画家の高橋です。いつもね、私の動画ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今日のお話はですね、私の動画を見ていただいている皆さんに送る動画となっております。そうですね、例えばラジコンカーを初めて見たいんだという方からですね、結構長くラジコンカーをやっていて、たくさん所有している。サーキットも何度か行ったことあるんだけど、ちょっとやっぱ自分にはまだ早いかな。自分にはセンスがないから、当たってばっかりだから、壊してばっかりだからもう行かないんだという方もいらっしゃるかもしれません。もしくはですね、サーキットも結構何度ももう行かれている。だけどなかなか上達していかないんだという方。もしくはレースなんかももうすごい毎月のように出ている。地元だともう上級者と呼ばれるようなレベルになったんだけど、どうしてもね、あそこのあいつにはかなわないとかね、もう自分が劣っているんだ。もう一伸びが欲しい。そういった方ね、いらっしゃるんじゃないかなと思います。ズバリね、今日のお話、タイトルにも書いてあると思うんですが、3分間の1日練習をすればですね、上達しますという動画となるんですが、いろんなレベル帯の方にとって、必ず効果があると私は思っていますけども、もしかするとね、もう中級者、上級者ぐらいになってしまうと、なるほど、ふんふんぐらいで終わってね、やらない方も多いんじゃないかなと思います。それはそれで結構なんですけどね。例えばサーキットにね、ガンガン通われていて、かなり早くなりましたと。そういった中で、レディオガが、うちの周りでもね、これだけね、基礎練習を推進している私のこのレディオガガのショップであっても、結構ある程度走れるようになった方がね、基礎練習をしている姿をほぼ見たことがありません。で、おそらく全国的にそうなんじゃないかなと思います。私、昔からね、何度もしつこく言ってますが、ラジコンの上達というのは、例えばサーキットを攻略するというのは、そのサーキットを走らないと、走ればやはり速くなっていきますが、基礎技術の向上ですね。そこを走っていてももちろん上手にはなりますけども、基礎技術の向上、スポーツでいう自分の体幹を上げる、基礎技術を上げるというのはやはり基礎練習をしないと効率よく上手にならないですね。なので、私に騙されたと思って、1日3分間でいいです。何度も言いますけど、本当にこれから始めてみたいという方、ね、長くやってるんだけどサーキットはちょっと諦めちゃったという方、ね、結構上達してもうサーキットビュンビュン走ってるんだけどもう一伸び欲しい方、皆さんにとって効果のあるお話になるかと思います。で、やっていただくのですね、8の字。今日ね、この後実際私ミニッツとあと10分の1ツーリングカーを使って実際やってみますけども、その前にちょっとね、概要をちょっとね、お話ししておきます。その上で見ていただいた方が意味が伝わりやすいかと思いますね。ちょっとプロポを用意しますと、今日私がお話しする一番大事なポイントというのは、このプロポ操作。これはね、ホイーラープロポですけど、スティックでも結構です。もちろんね。本当の上級者になってくると、プロポをものすごく細かく制御しているのをご覧になったことありますか？ステアリングのプロポですね。もう本当に細かく、ゆっくり動かしているように見えてでも、実は補正しながらゆっくり動かしたりしています。こういう風にね。ってね。スロットルもそうです。ものすごく細かいところ、ゆっくりスムーズにやっているように見えても、補正を加えつつスロットルを動かしています。ラジコンを始められたばっかりの方、ね。いきなり、じゃあどうぞってやると、まずはね、もう0か100、ね。スロットルもステアリングもですね、右なら右、左なら左というのは、これはいろんな方がいらっしゃるんで、必ずしでもないんですけど、ほとんどの方が私のこれまでのこのお客様をたくさん見てきたという中だと、私自身もそうですね。大体最初はね、この制御する幅がもう0か100からまずスタートしますよね。もうちょっと上達してくると、もうちょっと半分ぐらいとかね、スロットルもね、低速、中速、高速ぐらいを使ったりできるようになるかもしれませんね。このある程度荒い操作でもかなり速く走れるようにはなるんですけど、やはりね、壁が来ます。本当に速い人たち、めちゃめちゃいつも成績残す、いつも速い人たちとの分かりやすい差というのは、本当に細かい制御ができているかどうかというところに差が出てきます。今日私がね、お伝えしてお話しする基礎練習。8の字なんですけどね、得意のね。8の字じゃなくてね、場所が取れなければ丸でも構いません。そこでですね、強制的にと言いますか、この細かい操作ですね。今これで言うともう、こういうところ、もうこの辺ですね。この辺とかですね。もうこの辺ですね。スロットルで言うと、もうほんとこういうタッチ。ここを使わないと、その走りができないんですね。なので強制的にそこを使えるようになっていただくという。で、たった1日3分間でもう十分です。まあ、1日3分間やって、本当に毎日、本当に1ヶ月続けていただければ、必ずご自身が上達したことがわかると思います。いいですか ?3 分間の時間が取れないとは。私言わせませんからね。あ、もちろんですね。これ強要するものではないですよ。どうせやるからには、早く なりたいんだと。ね、どうせやるからには、少しでも上手になりたいというお気持ちが、もし持ってらっしゃる方ですね。まあ、そこに興味のない方だったら、もちろんもう全然無視していただいていいんですけど、たった1日3分間でも、必ず上達のきっかけになっていただけるかと思います。1ヶ月やっていただければ、明日初めてプロポにいるという方でも、初めてのサーキットを、早い遅いはともかく、絶対に当たらずにゆっくりでも周回してくることができるようになります。まあ、まだ終わらせないんです。早く行けってね。で、実際に走る動画の中でも私多分、ね、100回でも200回でも言うと思うんですけど、ものすごく大事なこと。ただ、8の字するのでも、ただなんとなく8の字していたのでは、全くですね。全く効果がありません。今からお話しすることを強く意識した上で、ぜひお願いしたいです。いいですか？じゃあ、パイロンがね、ここに一つあるとします。ここを中心として、例えばですけど、1メーターですね。半径1メーター、直径2メーターの、綺麗な、もう完全な円があると思ってください。ね、スフィアです、スフィア。完全な球体があると思ってください。まあ、円ですね。二次元上なんで円なんですけど、ここを完璧にトレースし続ける努力をするというトレーニングとなります。なので、それが全てです。早く走りましょうとか続けましょうではありません。まあでもね、初心者さんとかなら、とか中級者さんもそうかな、イメージを描きづらいと思うんで、なんなら、書いちゃってもらった方がもしかしたらいいかもしれませんね。書いていただくとイメージつきやすいですね。最終的には書かずに脳内で描いていただきたいんですけど、どうしてもちょっと描くのは無理なら、自分でもうむしろ書いちゃってください。その頭の中で描いた、もしくは書いてある円ですね。円のラインの上をもうプラスマイナス3センチぐらいの誤差で通し続けるというトレーニングをしていただけます。なので、もし無理なら、止まった、一時停止しちゃったっていいです。早く走るのは目的じゃないです。細かい制御で、たどり続けるのが目標です。で、ラジコンのね、ハンドルってこのくらいたくさん切れますよね。たくさん切れるのを、この綺麗な円を描こうと思ったら、本当にちょっとしか動かさなくていいんですよ。特に速度遅ければ遅いほどそうです。なので、たどり続ける、球を描き続けるというのは、例えば直線がよくまっすぐ走るのは難しいって言うんですけど、直線も上級者になると当然まっすぐスパッと走りますよね。あれは、まあ、立ち上がりのね、こうイメージ、立ち上がり方にも当然よるんですけど、補正ももちろんしています。もう、ものすごい細かい補正ができているからこそまっすぐ走ったりできるんですね。この本当に細かい制御ができるようになれば、初めてのコースであっても、例えば道の真ん中であれば、ずっとたどることができます。ここできっとね、ご質問があるのが、スロットルは一定のままでいいですかというご質問があったりするかと思います。最初は、それでもいいかなと思います。で、その代わりめちゃめちゃゆっくりじゃないとダメですよ。ハンドルを動かしたものが完璧に常にリニアに伝わる速度域であれば、一定でも最初はね、いいかと思います。それで、完璧になぞる練習をしてください。で、もうちょっと速くなってくると、一定だとですね、もう、綺麗な円を描けなくなってきます。車速を上げれば上げるほど、ハンドル操作では無理になります。その時に、スロットルをうまく合わせつつですね、スロットルの本当に細かいところの強弱、あとステアリングの細かいところを利用して、完璧な円を描き続ける。まあこれは円でもいいですし、8の字ならなおいいですね。まあスペースが取れなければ全然、円でもいいです。まあ右回り、左回りやっていただいていいと思います。本当に細かいトレースをし続けて、細かい、今まで思いもよらなかった細かいところを使えるようになるというのがこのトレーニングになりますね。じゃあちょっとだらだら話仕方ないんで早速行きましょうか。じゃあまずミニッツの方からね行きたいと思います。はい、それではですね、こちらおなじみレディオガガの屋内コースですね。ここにね今ミニッツを用意いたしました。今ここの地面はですねただのパンチカーペットなんですけど、正直フローリングでもいいですし、アスファルト、普通の絨毯、奥様に怒られなければね畳でも全然構いません。今ねこのパイロンとパイロンの間隔ですねぴったり1メーターにいたしました。ですので使うものはですねこの辺り向こう約50センチですね、ここね。なのでこちらもまだ50センチですね、入ってるかな、ですので単純に2メーターですね、単純に2メーターのスペースがあれば十分に上手になります。では先ほどねご説明したようにちょっとやってみますよ。まずこんな感じでやるという概要です。周りはねどっちでもいいです、こっちでもいいですし、こんな感じで回ります。いいですか？ではここに例えばこの周りですね、50センチ50センチの完璧な深球深円があると脳内で想像してください。こちらも一緒です。そこを是が非でもたどるといった方法です。一番の優先事項は必ずそのライン上を誤差、もう何なら3センチ以内でたどるという強い意志です。この強い意志がないと、ただなんとなく円をやればいいんだろうって言って、ちょっと悪い例やってみますよ。なんとなく走ればいいんだろうって、これでいいの？これではダメです。強い意志を持って必ず描いたイメージの円の上に球を描き続けるというのが大事です。速度は、速い、それは速いに越したことはないですけど、速いのは無理です綺麗な球が描けないのなら一時停止してこうやってやってもいいです。このぐらいでもいいです。一番大事なのは絶対に頭に描いた球をたどり続ける、なぞり続けるというのがもう最優先というか、それ以外のことはいいです。それでもう一回やってみますよ。でこれね非常に難しいので私もなかなかできません。もしねちょこちょこってやった方が完璧に描けていたら申し訳ないですけど、できてるつもりになってるだけですめちゃめちゃ高度です。いいですか、ちょっと私の手もねどのくらい細かい制御をしてこれが成り立っているのかという意味で手もちょっとお見せいたしますね。いきますよ。見えてますかね、スロットルもね映ってましたかね。これを箱出しのレディーセットのミニッツです。うちのレンタルラジコンのやつですね。正直車は何でもいいです。で実はこれはちっちゃい円の方が簡単なんですね。一応もうちょっとね早くやってみようとします。で途端に崩れていきますけど、その綺麗な円をね描けなくなっていきますが、それも含めて見ていてください。ちょっと早くやりますよ。早くなると今やっていた制御とか操作とか脳処理ですね、それも早い分だけいっぱい動かさないといけないんですね。じゃあやってみます。だから当然カクカクしたものになりますね。だいぶ失敗してますね。失敗というか成功していないではなくて、強い意識が必要ということですね。じゃあもしもうちょっと大きなスペース取れるんだと、今これでちょうどぴったり2メーター分ですね。お家ねもうちょっと今リビング余裕あるから、そこでやるんならもうちょっと大きいスペース 4m ぐらい取れるよという場合はぜひ 4m、 4m じゃなくてもいいんですけど、これでおおむね多分ね 2m ぐらいじゃないかなと思いますね、大体で申し訳ないですが。で当然 2m になると半径が 1m の円が必要になりますね。だからちょっとイメージでたどりますとこんな感じかな。だいぶずれてるな。こんな感じになりますね。大きければ大きいほど難しくなります。より細かい制御が必要になってきますので、大きい方が難しいですね。じゃあちょっとやってみますよ。あ、手打ってますね。はい。ああ、だいぶやばいですね。だいぶ失敗しましたね。はい、これはっきり言ってすごく難しいです。はい、ミニチュアこんな感じですね。いいですか。あ、これグレーのボディだから本当見づらかったね。最悪だね。まあいいや。いいですか。何回でも言いますよ。大事なのはできるできないではなくて、やろうとすること。ラインを絶対に一時停止してでもいいから必ずたどり続けるっていう強い意志が一番大事です。もう何度も言いますけど、ただこうやってなんとなくやっていたのではダメです。なんとなくこうやってやっていても上達はしないとは言いませんが、正しい方向に向かっての上達というのはちょっと遠回りになってしまいます。では今度じゃあ10分の1ツーリングカーやってみますね。はい、なんか光が強すぎてちょっとね映ってるかどうか分かりませんが、まあ、多分いけてると思うんでお話ししますね。おなじみレディオガガの、扉の前ですね、フリースペースがあります。ここでちょっとやりたいと思います。今パイロンの間隔は 3m にとりあえず置きましたが、これは別に 2m でも構いません。場所が取れるなら 4m、 できれば大きい方が効果はあります。大きい方が難しいのでその効果はあると思います。じゃあ、中のミニッツでやった同じことをやってみますね。今こちら 3m ですので半径が 1.5m ですね。ちょうどここで 1.5m の半径となっています。この 1.5m の半径ちょっとやってみますよ。手打つそうかな。手入ってるかな。 1.5m の半径でまず円を描いてもいいです。もしねあ、ほらもう全然ずれてるでしょ。これ難しいんですよ。もし8の字取れるスペースなかったら円だけでいいです。正回り反対回りやっていただければそれでも全然効果はあります。やってみます。ちょっと円を描いてみますね。こんなもんかな。手映ってるかな。手映ってますね。はいはい、もう一回やります。これ今全然ね、円を描けてないですね。こんなもんかな。こんなもんだ。あ、だいぶずれてますね。はい、このくらい難しいです。大事なのはこの、どんなにゆっくりでもいいから、やるべきことは、綺麗な円の上をたどり続ける意識が大事です。この強い意識。何度でも言いますからね。じゃあこれでちょっと8の字をやってみますよ。半径 1.5m の綺麗な円を想像します。まあ、もしね、どうしてもイメージつかめなかったら、線をね、変えていただいてもいいかもしれないですね。はい、じゃあもうちょっとね早くやってみますね。すごくせわしくなるかと思います。今私はまあねそこそこらしくなってきているので、まあ、早くもちょっとやってみますけど、経験ない少ない方だったら無理して早くはしない方がいいです。っていうのは最優先事項が描いた円の上をたどり続けることだからです。早くしたから早くしてたどれなくなっては意味が練習の意味がなくなりますね。ちょっとやってみますよ。とこんな感じですね。だいぶ私の手が頑張ってたら分かりますかこれスロットル一定だと多分ね、まあ、すごくゆっくりだとスロットル一定でもできちゃうんですけど、まあ、最初ねもしどうしても無理だったらスロットルはねこのぐらいの速度でスロットル一定でステアリングだけ頑張ってもいいかもしれません。ただしこれには限界があります。速度が速くなってくるともう円を描くのが無理になってきますね。この時にスロットルも一緒に調整を加えることによって綺麗なねこう見た時に遠巻きでふわっと見た時に綺麗な円を描けているように見えるというのはすごく大事ですね。なので一定最初はもうどうしても無理ならね一定でもいいかもしれませんがある程度の車速がついてくるとステアリングとスロットルを両方利用して常にリアが押し出すイメージを持ちながらということになります。じゃあね、今じゃあちょっとね私3分間練習しますからね。じゃあ3分間開始いたします。はいああ失敗した。ああもうめっちゃ失敗してる。あ手映ってるかな。手映るんでしょうかあれかねあ、超失敗した。集中力が途切れた。あ、なった3分間経ちました。このね人間の集中力っていうのは昔何かで聞いたことあるんですけど大体ね3分間ぐらいがね限界って言われてるんですね。一般的な話ですけどでラジコンカーってよくねメンタルスポーツっていうお話が聞くと思うんですけど、まあ、タミヤグランプリだとね2分3分っていう予選あったりしますけどもうちょっと別の競技会になったりすると、まあ、5分とかねそういったことにもなってきますよね。でこの集中力はやはりね鍛えることもできます。でこの練習を3分間集中してやっていただくことによってそれを鍛えることもできます。じゃあちょっとね中で最後まとめお話しますね。はい中戻ってまいりました。すごいね今日あったかいです。暑いですわ。でね最後にもう一度お話ししますけどただなんとなくこうするんだねではおそらく効果がないです。本当に描き続けた円ですねこちらを完璧にたどることが最優先ですからね。たどれてないのにダラダラやっても効果はありません。でもしどうしても無理だっていうんなら、まあ、線をね描いてしまう方がいいかも知れませんね。その方が、初心者さんだとイメージがつきやすいかと思いますので、まあ、その代わり完璧な円ですね。まあなんか中心こう置いてねこうなんだメジャーかなんか持ってピューッとチョークでね引くとか、まあ、そんな感じにして完璧な円をやっていただいてそうするとその上をたどるのがいかに難しいかというのが分かるかと思います。上級者になってくると1本のラインを描きますよね。インギリギリに寄せます。それはこういった細かい技術があるから寄せ続けること、たまたまではなくて5分なら5分間精密な走りを刻み続けることができるのはこの細かい制御ができるからです。もう一度ねお話ししますけども、当然これから始めたいという方ですね、上達していきたいという方ね、長くやっているんだけどさっきと何度か走ったけどもうぶつかってしまっても面白くないから、自分にはセンスがないからと思って諦めてしまっている方、是非この基礎練習を取り入れてください。1日3分間で結構です。レベル帯によっては違いますが、何か見えるものがきっとあるかと思いますので、是非試してみてください。それではですね、今日の動画参考になったと思っていただけましたら、是非高評価をお願いいたします。非常に励みになります。またチャンネル登録ですね、是非よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。